はいどうもシモです。今日も動画見ていただき嬉しいも、今回の島動画はこちら、水のない島へやってきたということで、雨水のみで生活している島というのがありまして、今回はそこに潜入していこうと思います。長崎県の五島列島にある赤島です。人口は7人。ぜひ最後までご覧いただければ嬉しいまでございます。 VTR釣りじゃなくて島を回りに来た人です。ちょっとなんか赤島がすごい特殊な島だっていうのを知って、無人島にあるけど、私一人しかいない。ここは雨水で生活してるっていうのを、どうやってやってるんですか。一回射出しとけば、私なんかはね、全自動です、ね。お父さんは今おいくつなんですか。80くらい。ああ、83なんですね。でも若いですよ。ここね、伊勢海老もたくさん取れるっていうのを聞いて。あ、赤島小学校っていうのがあったんですね。ですね。日本で唯一です。水を買ったりはしないんですか。やっぱ違いますか、それも飲んでみて。別にあんま変わんないから、気持ちの問題ですね。買い物とかもね、これは必ず福江島に。はい。あ、神社もある。わしも神社。は昔孫社、孫の社、孫社、孫社、孫の社、あの、ま、一番位が高い宮島のご祭神です。あ、そうなんだ。あの厳島神社とか。ですよね。うん。それも石屋さんも二つ、石を組み決められて、あ、台風から回ってる。ですよね。風よけになりますもんね。やっぱ家の距離が近いから防火にもなるっていうのは聞いたので、これがその実験してるやつか。一応雨水を大学の人がやってるやつか。ありがとうございます。すごいですね。まあ無人島間近の7人の島に来ました。多分僕が行く友人島の中では、一番、多分この行った中では一番すごい島かもしれないですね。あれすごい、見たことない。人口より船の方が多いですね。まあ、動いてないと思うけど、見方もあります。奥にあるのも船でしょ。3、4、5、6、7、8、人口以上に船があります。こんだけ見えますね、茶色い山で。あっちにも船、使ってない船がありますね。で、あそこは墓ですね。赤島の家、多分ここがなんか憩いの場みたいな感じだったんですよね、以前。なんかネットの記事かなんかで見たんですよね。でもここ人住んでると思いますね、おそらく。五島市大島診療所赤島分院、毎月第2水曜日のみ、午前9時から9時半。マジで30分のみ、月1で診療所は来ると。そんな感じですね。うわ、すごっ。これ何、もともと何だったんだろう、これ。
ま。なにこれ、水が入ってます。なんだろうね。これが島雨ラボというところで、福井工業大学が雨水を普通の飲み水に変えるということをやってるらしいですね。でここがなんか池ですね、小さい。こんなところもあります。少ない人数でも民宿があったりとか、まあ、飲食店があったりとかしてたんですけど、ここはまあ本当にないですね。これなんてすごいよね。なんかローマみたいなところですよ。なんだろう、この門構え。もともとここも家があったんでしょうね。ここ渡ってきました。いや、すごいところに来ました。まあ、僕もいろんな島行きましたけど、人が住んでるけども泊まったような島だと思います。船もあるけど、船も多分ほとんど使ってないと思います。島にいる人は実際7人いるみたいなんですけども、この島のことを知ってる人も少ないと思うのでね、こういう話を聞けてよかったかなって思います。はい、じゃあ戻りましょうか。これは防波堤築造記念碑。昭和7年、まあ大昔に防波堤を作ったっていうことであるって感じですね。で、今、時丸ってやつは、あれは防波堤が台風で崩れたんで、まあ、舗装工事をやってるっていう感じですね。だから今一応人がいるようには見えますが、あれは現場関係者なので、ここに住んでる人ではありません。ここは待合所。ちゃんと待合所があるんですよね。ここはまあ、普通に入れるような待合所かな。ここ普通に入れますね。私もこう辞めてきて、その時4人しかいなかったです。そして、いろいろ活動して、お客さんがねブログを書いてくれて、で22名までなったかな。だん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 減っていって、あサラリーマン上がりの人は通関ですね。ここはまあ日韓の5年中ですね。だから自給自足でやってて、それで飯まそうになっちゃったんですよ。ロゼ行ってたんですよ、カツオ釣り。飯まそうなんで、ここの若い人たち死んだんですよ。赤島はお店とかそういうのもちゃんとあったんですか？私、何でもありましたよ。しかし、日本の国もさ、このままじゃいかんですよ。大きい島の周り、本土の周り、みんな島じゃないですか。はい。おばてですよ。そうですね。すごい楽なって見えるんですけど、もろに来ますよ。確かに。ここの金融があるでしょ。ありますね。この人たちが金を出して作ったんですよ、ボーケット。私が辞めて4分の1周経験、25年になりますから。4人やったらね、危機感を感じてね、頭が気づいてるようになったら、まだ漁師をしてますよ。心理を取ってますね。やっぱり多少取るとね、暇ですから、小さい時のことを思い出すんですよ。うん、店一回しまわねえかんだけん、お宅たちもそっちに行きたい。もちろんですね。見える景色がたくさん見て、それをなんかこの後生きる人たちに残せたらいいなと思って、そうですね。だからこういうお父さんの話はすごく貴重で、今日も来れてよかったですね。もったいないですね、こういう島がなくなるのはね。もう先日だったり行ったんですけど、この石はほとんど切って取ったんです。どこですか？あそこから取ったんですか？マジですか？すごいな。まあ一個ずつちゃんと運んで持ってったってことですか？